船歌組、天狗揃い法の八億祇音は、福岡県部前市八谷地区で、毎年4月29日から5月1日まで、大夫神社の春季振興祭として開催される祭事である。かつては、旧暦5月開日と6月昨日に行われていた。古疑音とも呼ばれていた。明治期に、現在の日時に変更になった。日本で最も早く行われる祇園祭りであり、また、 祭日を堅くなに守り、土日開催を拒んでいることも今日の祭りをめぐる厳しい状況の中では特筆される。八億儀音とは通称であり、正式には大夫神社春季新興祭の中の一地区の出し全体を指す名称であるが、現在では八億儀音の名で一般的に呼ばれている。なお、この新興祭は旧四町村にまたがり、 畜城軍一体でも最大級の祭りであり、山田の観王学も各年で奉納される。この観王学は国選択記録指定文化財であり、この祭礼の中では最も格が高いとされる。この大夫神社春季新仰祭の起源は、伝票十二年藤原四兄弟の一人、藤原広次が北九州に対乱を起こした際、鎮圧軍の武将、木坂井麻呂が、 大夫神社に戦勝祈願をして出陣したところ、見事、非善の松浦で広継の首を上げることができたので、戦勝報告と例を兼ねて、大富神社より住吉まで外戦行列を行い、この地に神越の仮安置所を建立したのがはじめとされ、信仰行,行列はそれを模したものとされる。この信仰行,行列が八屋へ来られることをお下りと呼び、蜂屋地区では、 おの,おののの出しを連ねてお迎えし、お旅所へ従う。お旅所は、別名、信仰状や、神事状とも呼ばれる。翌日には、お旅所において、県仙祭、岩戸神楽奉納、お田うえ祭り、地のは神事などのお立ちの神事の後、お上りとして、信仰行列は、大富神社へ帰る。八億祇園は、その後、各地区ごとに木とにつくが盛大に盛り上がりを見せる。 田は三種七機あり、線形、山形、車形に分かれている。線形は通称、大船と呼ばれ、三船とも呼ばれる。二機、住吉区と、明神区がある。近年までは各年奉納の順であったが、2001年より、明神区は毎年奉納になり、各年に二台の年ができた。船はどちらも、住吉丸の名があり神様をお迎えする。 出しないでくらいが一番高い。林の音色は独特で、重厚感があり地元民はもちろん、観客にも最も喜ばれる。形は、他の祭りでは見られない石舟の一種の小林が使われており、被災は判明してないが、戦舟を用いた全国的に見ても稀な出しである。もっとも、大富神社の祭神が、住吉、八幡棟方であることを考えれば、海に関係する。 大船が、出しの第一位に座っていることは、至極最もっともなことのようにも思われる。また、近年判明したところでは、日本家系図学会理事より、騎士のルーツ騎士の系図は、十名言、十三味、竹内すくねき、馬郎ろ騎士は、瀬戸内海を中心に、海運で交易をした士族で、名前にも船のつく人物が、多々おり、後年、水軍が発達しますが、これは、 騎士と同族族の父の一族ですこのように水軍に関係深い人物であったため、等、大船の原型になったものと推測される山形は、通称、山と呼ばれ、山鉾とも呼ばれる。二基上間地区と本間地区がある。高さ5メートルほどであるがこれは、電線が通った際に上部を切り短くなったものであり、昔は15メートルほどの高さを誇った。 かつては、武前地方最大の祇園祭りであった、今井祇園に強い影響を受けたことは、断言できる。八う原神社信仰祭、通称、神田山笠や、清流八幡神社山笠が、同地域内に見受けられる同じく、福岡県指定無形民族文化財1日目は、登りを立てた裸山で潮をかけきを行い、夜には提灯をつけた、提灯山へ変貌する。 二日目以降は人形など活戦物などを舞台を付け飾り山になる。車やタイヤの類はついておらず僧帽と呼ばれる柱で三トン弱の出汁をかくことで運行する。通称、ガブリと呼ばれる動作は他の祭りでは見られない圧巻な光景である。これは昔、道路が舗装されてない頃に出汁の足が埋まり進まなくなった際に抜け出すために行われた動作の名残である。 車型は通称、踊り車と呼ばれ、出しに舞台がついた形状の中津型が使われている。三期、前川区、下町区、八和田町があり歴史は定かではないが、中津川に、明治以降に、各地区に売却された記録が見受けられる。しかし、天保15年の友枝手長王将や日記によれば、出しで浄瑠璃を演じたことや、不じゃ踊り車の記載が見られることから明治以前から、 参加していたことが伺われる。ただ、出しが5機船が2機となっており、現在の町内割りから考えると、町内が一つ足りない。戦術のように初期は舞台上で浄瑠璃を行っておりその後に、地後歌舞伎や紙芝居なども行われ現在では舞踊団による踊りが奉納されている。八や全町内を進む先々で修議舞と呼ばれる踊りを行う。その際、 衆議を披露する。町内によって、披露の向上が違っている。また、出汁が入れない細道などは、座踊りと称する、舞踊団だけが家々に出かけることもある。女性や子供も広く参加ができ、八億祇園の中では最も活気があり、観客にも人気な出汁である。各年で変わるところあり。 なお、大夫神社春季振興祭としては4月30日5月1日の2日間が正式日程であり4月29日は八夜地区だけの神様を迎えるための行事である。八億祇園連絡協議会平成9年より八夜各町区より選出された祇園祭運行に司る関係者により運営している。ありがとうございます。